始まりました。この番組はですね、はい、本編に進む前に GoTo 長崎観光リレー、いよいよ本日が最終回となりました。一区の県庁所在地長崎からスタートして陸続きで21日かけ長崎県の21市町を、観光 PR で、リレーしていくという企画なんですけれども、この主催の長崎 YouTuber 会、メンバー25人が、リレー形式でつないでみたと。で、当企画の、プロジェクトリーダーを今回務めさせていただいたんですけれども、リーダーらしきことはですね、なかなか何もできなかったですけれども、皆さんの力をお借りして、そして、視聴していただいている皆様のおかげでですね、今回アンカーまでバトンをつないでいただきました。皆様に思いを届けて本編に進みたいなと思います。ご視聴していただいている皆様、そして、長崎 YouTuber 会、GoTo 長崎観光リレーに携わって、担当していただいたメンバー、当プロジェクト副リーダー、一緒に指揮を取っていただいた亀地さん、そして長崎 YouTuber 会会長 DAIGO TV さん、本当にありがとうございました。まあ、こう言ってるとなんかですね、なんかちょっとなんか涙が出てきそうな、うん、うん、この動画は、まあ、僕の、まあ、チャンネルでもちろん上げますけど、皆さんの思いがこもった、一本の動画の締めくくりとして今回、対馬市に、ロケをしに行きましたので、どうぞ皆様、最後までご覧ください。それでは、始まりました。この番組はですね、長崎県観光 PR リレーということで、長崎県、ご当地 YouTuber が、24人かな、長崎市県庁所在地をスタートして、観光 PR 動画リレーを、各市町ずっとつないでですね、で私ここアンカー対馬市、私までバトンを皆さん続けてつなげてくれております。対馬のね、魅力をたくさん、お伝えできたらなと思いますので、はい、みんな私と一緒に対馬を観光しよう。じゃあそれでは最初の観光地へ、せーの。今回は長崎空港から対馬山猫空港まで飛行機で行きました。フライト時間も30分ぐらいやったかな。そんなに苦になりません。雨男の私ですが、天気も晴れて本当に良かった。さあやってまいりました。対馬空港、こちらですね、対馬山猫空港と言いまして、ORC か、ね、オリエンタルエアブリッジで飛んでおります。で、空港の、時間に合わせてバスもですね待ってくれてるので、すごく、優しいですよね。はい、駐車場もなんと無料、
すごいです。あんまちょっと映すのはあれやけど。駐車場も無料。うん。すごく、財布に優しい街。ということで、本日の、対馬の旅、どうぞご覧ください。目的地は、伊豆原。バスに乗って、今なんで3ってやったんだろう。バスに乗って30分間移動します。ん ?20 分か。はい、さあこちら、伊豆原。で、対馬市交流センターといって、まあ観光案内所がここにあるんですけれども、はい、ここですね。まあ、対馬市の一番町あたりになります。ここにはね、確かモスバーガーがあって、それから、まあなんかお土産買うとこだったり、まあ、そういうのがあります。ね。そこにでっかい東横インもありますよ。で、確か、こっちかな。こっち行ったら飲み屋街があるっていう感じですかね。空港から、バスに乗りたくて、もういろんなものを使ってね、今日は対馬をお伝えしたいなと思って、今日は、この伊豆原、まあ、この辺りから、ちょっと港の方に今から行ってみたいと思います。はい、お次こちら。伊豆原港ターミナル。ここはですね、伊豆原の、対馬の、まあ、玄関ですね、伊豆原は。空港があって、それから港。で、そのうちの港の一つ。対馬には二つの港があって、あと、上対馬、登って、北勝港、上対馬の、入り口ですね、玄関も、そちらにあります。こちらは、伊豆原。はい。というわけで、次行ってみましょう。はい、こちらですね、次。伊豆原の、まあ、飲み屋街。まあ、こっちに行ったら、スナックとかがあったりとか、するんですよ。で、ここ川ね。はい。で、例年でしたら、韓国からですね、観光客がたくさん、来られてたんですけれども、まあ、今回は、こういうね、騒動があったためですね、今は観光客がいらっしゃらないようですが、でもですね、対馬はたくさんいいところがいっぱいありますので、ね、韓国の方に頼りっぱなしじゃなくてですね、日本の方も、またはね、県内の方もですね、行ったことないという人も多いと思いますので、はい、今からたくさんいいとこをお伝えしていきますので、対馬は皆さんで行ってみよう。ここがですね、万松館。私、いつも対馬に来た時はお世話になってる旅館です。じゃあ、ちょっとご紹介いたしますね。すみません、なんかちょっと、声かけだけどね。まだ、はい。石焼きを食べに来ますので。またね、朝飲みに来るだけでもいいからさ、また。飲みに来るだけで。はい。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、対馬といえば、やっぱり、アナゴ？うん。アナゴ美味しいですよね。それから、まあ、大衆そば。まあ、蕎麦も結構美味しい。なんですけど、まあ、ご紹介するというよりかは、ちょっと私どうしてもちょっと食べたく、ちょっと気になってたものがあって、対馬バーガー、どうしても気になってちょっと食べたいので、今から行ってみたいと思います。こちら。やってきましたのは、対馬バーガー、KIYO、キヨさん。皆様、すいません、昼からビール、いただきます。失礼します。ああ、美味しそう。昼からのビールってなんでこんなに美味しいんでしょうね。こう、わあ、またもう一口。わあ、もう半分なくなっちゃった。で、今回ですね、頼んだのが、
セットあのに2つ頼んだんですよ。で今こちらに画面で見えてるこちらは対馬バーガーイカだったかな、海鮮も入って、もうお肉も入って、これボリューミーで本当女性の顔ぐらいのパンの大きさ、もう1個食べるだけでもお腹いっぱいになるぐらいのボリューム、これほんと味も美味しくてですね、もうあー美味しそう、もう一回食べたくなってきた、なんか口についてるしこれほんと美味しかったですよ。そんでですね、こちらひたかつとんちゃんバーガー、ひたかつとんちゃん美味しいですよね、あの豚のこう味付けしたようなやつだったかな、これもまたなんか口についてる、これもねほんとボリュームあって美味しかったですよ。やっぱ2個食べたら結構お腹いっぱいになりましたね。で最後がこのあの対馬の蜂お蜜、あの蜂蜜ですね、蜂蜜の飲み物です。もうさっぱりしてですね、ほんと美味しかったですよ、締めにちょうどいい。ということでごちそうさまでした。はい、こちらなんと日高つ、上対馬ですね、地元の方は上ってよく言えます。突然ですが長崎県対馬市、さあ皆様人口は何人いると思いますか。はい、数えてください。はい、はい、何人でしょうか。何万人？正解は3万1000人、3.1 万人ですね。これは、長崎県の、平戸市と同じぐらいの人口になります。3万1000人を私が聞きたいのはもう一つあるんですよ。この対馬という島にはですね鹿がいるんですよ。その鹿の数どれくらいいると思いますか。野生の鹿ですね。はい、数えてください。わかりました？はい、わかりましたか。答え39,000、対馬の人口を上回るくらいですね、この島には、鹿がたくさんいると。で鹿は夜行性なので、昼間に道路にわーって出てくることは少ないらしいんですけれども、夜になると動き始めるということで。日本の島で多分3番目に大きい島、まあどっこいどっこいで言うなぐりとか、まあ、4か3とかそんくらいだったと思います。今日乗った伊豆原というバスで対馬のやっぱ真ん中なんですよ。さっき対馬の玄関と私言いましたけれども、そこから上に向かって、でここが一番上なんですよ。ここがなんならもう少し奥に行ったら韓国が見える場所があるぐらいなんですけれども、ここまでですよ。伊豆原のバス停を1時28分に乗ったのかな。で、ここに今4時に着いたので2時間半かかりましたなんでこっから島に行こうと思えばもうとても大きい島というのが分かりますね。港町。はい、鹿のお話をしたので、他にもちょっと他にも動物のお話をさせていただきますと、対馬にはですね、熊、それからリス、キツネ、タヌキ、そういった動物っていうのはこの島には一匹もいないということが言われているそうです。
なんですけれども、その代わりにと言ってなんですけれども、対馬店、それから対馬山猫、秋窓ホタルというですね、大陸系生物というのが分布されている、島であります。いわゆるここにしかいない動物というのが生息してるんですね。で、私も対馬には結構来てるんですよ、月に1回ぐらい。でも、まあ見たことないですし、私の、今年、昨年度まで一緒に働いてくれてたスタッフも今対馬にいるんですよ。で、鹿とかイノシシは見たことあるって言ってたけど、やっぱなんだっけ、対馬山猫見たことないって言ってましたね。なんか保護センターっていうところがあって、そこに見に行くことができるらしいんですけど、なかなか顔を出さなずに尻尾だけちょっと見えたとかっていうのがあるみたいです。対馬山猫に会いに保護センターに来たんですけれども、残念ながらコロナウイルス感染拡大の防止のためにちょっと臨時休業してるみたいです。なんで、まあ、山猫会えるかなしょうがない。はい、ということで次に行ってみましょう。じゃん、お待たせしました。はい、こちら三浦浜海水浴場、あちらにですね、東横イン日高津店、ありまして、そこですね、東横インの駐車場入ったら左側に馬いるんですよ。すごいですよね。最終馬なのかな。はい、ではそれでは三浦浜海水浴場、こちらですね、日本の渚100選に選ばれている海水浴場。あちら、トイレにシャワー、それからこっち、なんだ、キャンプ場で、その奥にはキャンプをする実際にできる場所があって、あんま見せたくないなここはですね、白い砂浜が今から待っています。はい、ですごく海が綺麗なんですよ。ですね、ちょっと余談なんですけれども、私実はここ昨日も来てるんですよ。で、なんで今日来たかっていうと、雨がひどすぎて、で、もうびちょびちょになって、もうこれは、変な顔っていうか、変な顔なんですけど、変な顔で、紹介しても、なんか、三浦浜海岸が、際立たないなと思って。さあ、それでは、やってまいりました。三浦浜海水浴場。こちらですね。日本の100選、渚100選。ということで、日本の渚100選。すごいですよね。だから、もう一回雨が止んでから来ようと。で、僕ここ結構好きなんですよ。なんで、もうちょっと雨が止んでから来ようと思ってですね。で、ホテルに帰って、で、これですよ。同じ服を洗って、もう一回着て、で、髪の毛ももう一回整えて、で、時間帯、天気で、見て、今お昼の12時から、今お昼の12時半ぐらいなんですけど、12時から3時くらいまで、で、曇りで、降水確率 10% ということだったので、よし今だということで、ホテルから出てきた瞬間、またこれですよ、この雨。はぁ、雨男。乾杯ですね。はい、それでは、気を取り直しまして、三浦浜、海水浴場。そうですね。皆さん、びっくりしますよ。日本の渚100選に選ばれた海、どんなものなのか。ね、ほら、もう砂浜がちょっと見えてきて、もう興奮してきたでしょ。ね、うわわわわわわ。早く見たいでしょ。
ではお見せしましょう。ね、いきますよ。3、2、1、じゃーん。綺麗でしょ。ねえ、もう海透き通って、もうこれ波かよくわかんなくて、足つけて進んでいきそうですもんね。このチェプチェプチェプ、あーみたいな。すごい綺麗ですよ。ね、波も静か、穏やかで、お子さんと一緒に来てもですね、いいかもしれないですね。これなんだろう、これ。これ。前から気になってたんですけど、今日は波が、岩の島ですね、島。島があります。あ、で、向こうがキャンプ場ですね。うん、こっちか。はい、キャンプ場。綺麗。男一人でわーわー言ってもあれなんで。では次の場所行ってみましょう。はい、こちらがですね、渡墨神社と言いまして、台風10号の今年のですね、2020年の影響で、鳥居が倒れてしまってですね、残念なんですけれども、こちらも古くからの、歴史で、対馬といえば渡墨神社というくらいですね、すごい歴史のあるこのような形で、今回は特別に渡墨神社の方から撮影の許可をいただきましたので、中まで入ってみたいと思います。で、ここからははい、お参りの心得ということで、あまり叫んではいけないということですので、静かに参拝したいと思います。渡墨神社はですね、はい、ですね、鳥居が全部で5つあるんですよ。はい、そのうち、神社の中に2つと、その道路を渡ってこちらに1つと、海の中に2つあるんですよ。すごいですよね。これは海が満ちてるときは、はい、ここまで波が来るんですけど、今引いてるので向こうまで行けるので、実際に行ってみたいと思います。このような形でここから、そうですね、だいたい 7,80 メートルぐらいかですかね。で、着きます。前回私がですね、このまだこう腰ぐらいまであったかな、前回来た時は。なんでちょっと水がなかったら歩きやすいですね。で、こちらが、海の中にある一つ目の鳥居。それから、こちらですね。五つ目の海の鳥居が、
このような形になっておりまして、どこから壊れたのかな、ここから壊れたのかな、倒れてこれに当たったのかな、でこれが割れちゃって、でこの鳥居がこんな形で割れちゃって、でこれ半分反対になってるから、これをせめて反対にしようと思ったんですけど、すごく重たくて、あの、わだつまぬまで、あの、文字があるって考えると、奥まで沈んでるな、これ。せめて反対にしてあげようかなって、こう考えたけど、ちょっと、やめとこう。無理っぽいな。こんな形で、すごく残念な状態になってます。これ倒れた分をそのまま起こすだけだったらですね、僕も手伝ってこの上に乗せるんですけど、鳥居の上が壊れちゃってるので、残念ですけど、和田摘神社の何かしら僕ができたらですね、救いたいなと思います。またこの海にある5番目の鳥居が立ったら、また海渡って僕歩いてきますよ。一刻も早く早い、復旧を祈っています。それと、和田摘神社、それから対馬の皆さん、僕も何かできることがあったら協力しますので、一緒に頑張りましょう。では次の場所に移動したいと思います。さあやってきました韓国堤防城。ここはですね、長崎県のからね、まあここ対馬ですね、対馬から韓国が見えるということで行ってみたいと思いますが、行く前に、初めに皆さん謝っておきます。私雨男大村拓也のせいで、雨が降ってしまったので、韓国、あの、プサンが見えるらしいんですけど、見えません。で、私ここ4回目なんですよ、来るの。で、1回だけプライベートで来た時に、プサンの夜景を見たんですけれども、すごい綺麗かったよっていうのだけお伝えしておきます。いやー、昨日も来たんですよ。来るとき雨降っちゃって、降り始めちゃって、なんで、申し訳ないですね。あの、これを見ておられる方、そして本当に対馬の皆さん、すいません。はい、というわけで、韓国が見えないですけど、韓国堤防城を、ご案内したいと思います。ではこっちからですね、では行ってみよう。なんか珍しい花が咲いてる。なんだろう。わかる方教えてください。はい、それでは韓国堤防城に行ってみたいと思います。さあやってきましたよ。韓国堤防城、建物がすごくおしゃれですね。ちょっと日本離れしたというか。かっこいい。ああ、びっくりした。韓国との架け橋、このプサン、よく聞くでしょ、プサン。ここが、この対馬の、ここ現在地ですね。見えるかな？
ここがプサンで、ここが現在地、ここは50メートル切ってるんですよね。50キロメートル切ってるんですよ。すごい。福岡まで100ぐらいあるのかな、確か。開けたら必ず閉めてくださいということですので、じゃーん、じゃーんと言っても雨降ってるから見えないですね。ほんと皆さんすいません、雨のところですいません。こちらですね、もう対馬の一番端、もう一番上です。長崎県の一番上。あ、これは韓国じゃないですからね。こんなちっちゃくないですよ。韓国もっとでっかいですね。この先、この辺ぐらい曇ってなかったら見えるんですよ。夜景だと曇ってても見えるかな、どうだろう。夜景も見えるんですよ。なんかうっすら見える、なんかほら、なんか見えません、うっすら見えない、勘違いかな、なんか見えそう、ほらね、綺麗ですね。どうですか皆様、なんかすごく癒されますよね。ちょっと下に行ってみましょう。今僕が一番韓国に近い男ですからね。じゃん、俺が一番韓国に近い。韓国の皆さんに挨拶したいなと思います。はい、それでは行きたいと思います。各国の皆さん、元気ですか？あ、ね、はせよって言ってもやってまいりました、港寿司。3月まで働いてくれてたスタッフと一緒に入ってみます。これね、めちゃくちゃ美味しい。あ、シモのブランドサバなんですって。ちょっと乗せて、もう醤油いらないんじゃないかな。ちょっと炙ってもらってるのでめっちゃ美味しい。うん、これめちゃくちゃうまい。うん、この店大将が豊洲、玄海、あ、福岡で、今の宮田です。とここで後ろのお客様に呼ばれて映像が少し途切れましたが、大将はですね、愛知県や北海道などで厳選して魚を選んでるみたいですよ。次こちら、ね、日本一のアナゴですよ。このアナゴめちゃくちゃうまい。あ、うまいって言ってしまった。美味しいと思います。はい、では日本一のアナゴ、ここのお店はですね、煮アナゴにしてあげるんですよ。私の対馬に来て生アナゴを揚げてるのはよく見ましたけど、ここはねすごい煮アナゴにして揚げる、めっちゃ美味しい。では塩をちょちょっとつけていただきたいと思います。うん、ポンポン、ありがとうございます。めっちゃ美味しい。はい、最後この握りが来ましたよ。これですよ、これアナゴ。これちょっと特別な、大将すいません、名前教えてください。ザク、工作のザクと書いてザクで、すごいちょっとこれ、ありがとうございます。ザクっていう工作の作、綺麗、いや本当綺麗ですね。これこれももう海鮮とも絶品に合うかもしれない。最初にこれ飲んでしまったから他のやつ美味しくなった。めちゃくちゃうまい、これ美味しいでしょ。めちゃくちゃうまい。
うん、めちゃくちゃ美味しい。でこのままちょっと私穴子いっちゃいますね。うん、これ間違いないですね大将。もうこの穴子も美味しいしですね、はい、はあ、もう基本この甘鯛もですね、はあ、いい感じに対馬のやつなんで、はあ、でこのマグロはですね豊洲から仕入れたメバチマグロの一番競りで落とした分なんで、はい、美味しいかなと、はあ、でこちらのイサキもですね対馬で取れた分のイサキでですねちゃんと神経締めしてるんで美味しいかなと。でその次にあるのが沖島味って言ってですね沖で取れた分の島味なんで油が乗って美味しいかなと、はい、対馬では入らない車エビは、熊本から仕入れてますね、はい、以上です。ありがとうございます。すいません、アナゴだけ僕に食べて美味しい。もうめちゃくちゃ美味しかったですよ、これ、アナゴ。アナゴだけはですね、僕自慢していいかなと。はい。もう、タレ塗らずに山椒だけで食べてもらいたいんで、うん、はい、山椒しか食ってないんですよ。はい。僕の自信作です、うん。はい。ありがとうございます、大将。はい。ありがとうございます。僕の大好きな大将と、一押しの港寿司、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。長崎県対馬市、まだ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 たくさん行きたいところはあったんですけれども、3日間のロケじゃ全然足りない、まあ、それぐらい本当にいい街です。皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでお時間になってまいりました。ご視聴していただいた皆さん、そして観光リレーに携わってくれた皆さん、本当にありがとう。